お元気ですか？僕趣味です。今日の夕飯はですね、天津丼を作ってみました。天津丼は結構ね、卵がメインなんだよね。で、卵をね、多めに入れないと、うまい天津丼は作れませんって私は思ってるんですよ。だから卵が好きな方だからこそ、なんか楽しめるね、卵料理ではないかなと思っております。この餡はですね、ケチャップ餡にしました。塩餡でもねできるんですけどね、やっぱりこのケチャップ餡だとね、ちょっと赤色がつくのでね、なんかね綺麗な色ができるかなと思ってね、今回はケチャップ餡にしてみました。で、もやしスープもつけて、お酒はトリスのサイダー割りでいきたいと思っております。で、あとね、明日を含めてね、あとは8日あとね、あと8日ぐらいになってるかな、ね、もうすぐね、カウントダウンもね近づいてきたと思っておりますのでね、怪我をしないように、風邪をひかないように、殺す気にならないようにね、頑張ってください。以上でございます。はい、本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。